ビアンカ・マリアス・フォルザは、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の皇后、二度目の妻、ス・フォルザ家の出身。ミラノ公、ガレアッツオ・マリアス・フォルザと、ヒボナディ・サボイアの長女として、ミラノ公国のトシッパビーアで生まれた。1474年1月、サボイア公フィリベルト一世と2歳で結婚したが、1482年に、死別し、ミラノに帰国した。 1493年8月、新生ローマ皇帝フリードリヒ三世が崩御し、その後継者たるローマ王マクシメリアンは、莫大な持参金をもたらすビアンカとの再婚を決意した。結婚により、多額の現金を得て、傭兵を雇い、イタリア方面への進出が可能となることで、ローマで法王の手により、退官することが目的であった。一方のスホルザケ側も、 王族と血縁になることで、自らの地位を高めようとした。同年11月20日、ビアンカの兄、ジャンガレアッツォス・フォルツァと、兄の後見人で、イルモーロの通称で知られる王子、ルドビーコス・フォルツァが、マクシミリアンガーと結婚を契約。同月末には、マクシミリアンの重慶クリストフ・フォンガーデンとミラノで、代理結婚を行った。ミラノでの結婚とそれに続く宴は、 剣乱豪華なものであった。シュトリーゲルがしかし、同年12月、クリストフ・フォン・バーデンとアイテル・フリッツ・フォン・ツォレルンを従え、幻冬期のアルプス山脈を北上して、チロル地方へ向かう旅は、惨めなものであった。二人は、ウィーンのマクシミリアンに、ビアンカの容姿や性格が良く、マクシミリアンの気に召す胸を報告した。二週間強の旅を終えたビアンカは、 老齢のオーストリア大公ジークムントに出迎えられるが、花婿マクシミリアンは現れず落胆する。1494年3月16日に至ってマクシミリアン一世と結婚した。結婚後の宴席に招待された。帝国諸侯は出席せず、身分違いの結婚に反発を示した。春が到来し、マクシミリアンは繊細マリー同様にビアンカを狩猟に連れ、立つがビアンカは？ 狩猟や自然に関心を示さなかった。また、マリーの時と同様に言語が通じない夫婦だったが、マクシミリアンがイタリア語を習得したのに対し、ビアンカはドイツ語を学ぶ気もなく、多忙のマクシミリアンは言語を教える暇もなかった。さらに、ビアンカの不妊の体質も判明した。こうしてマクシミリアンは日に全く関心を示さなくなり、1510年12月31日、 ビアンカはインスブルックで死去した。マクシミリアン自身は1511年9月18日に娘マルグリットに宛てた書簡に私は二度と結婚したりしない。裸の女に触れることはないと認めた。ありがとうございます。